いや、トス神ってどっちも0キロボタン押してますからね。言っとくけど。ゲームも押してます。うん。あ、俺も押してます。魚も押してます。インポスターがいる。タスクを行う。剣神もも。Okay. そうか、停電か。うぃー、ナイス。停電直しました。おいいね。おいアルマーソン人が見つけた。あ、あれは懐中電灯だから分かるんでしょ、多分。分かりますよ。なんだ作戦があります。2匹ナイス。はい、作戦とは、はい、いや、まあ作戦っていうか、まあなんかファングルの動画編集してて思ったんですけど、うん、序盤に研究室にいるやつマットメイト率 95% ぐらい。ああ、確かに。あーってことはそうか。誰が誰が、じゃあ今見つけてない。畑迫はクルーです。あー、ありがとうございます。青じゃないのか。あげあげ。いいね。リアクターは温度とカチャカチャですね。メケン魚さん無理かな。展望です、うん、直してました。ね、俺が触ったタイミングですでに通信室の誰か触ってる、うん、はい、通信直したの僕です。どこにメケンさんがいようがあるとすはずっと通信したから、ね、てか七子さんとす七子が、あのキッチンで魚屋さん、七子さんとす中七子、七子さん2人です。待ってサントスアルマが先にいて途中から七子さんが入ってきて、まあ多分キルクール開けてないと思うから七子さんも白で大丈夫かなって感じ。コミサボ中に来たから、まあ、微妙で、まあでも本当に、でも本当にキッチンの上ぐらい外でしかキルはできない、うん、切れない。もう30秒ジャストくらい入ってきたから、ほぼ白でいいです。ほぼ白でいいと思うですって。あのあれです、あのスプラッシュゾーンで筋トレしてからそっちのキッチン向かってますっていう、左はそういう感じだからスプラッシュキッチンで見てないので、うん、僕とサントスさんキッチン脇でキッチンにしかいないから永遠にいいから、他は分かんない、うん、ドロップ保管カフェテリアはいてないです。あ、保管カフェテリアで最後スプラッシュも行ってるけど見てない。左になさそうなんだね、行ってなさそう。太田さんもそれやから左はいなそうだ。うん、ガミさんとドロップ、僕もドロップシップ脇でボタンですね、うんうん、これ高田さんってどこ行きました？俺今講座。これ通信直したのが大体だっけ。はい、伊豆です。で、展望がサッカーゲンで魚さんの方が早いです。サッカーゲン、うんうん、あの焚き火脇が7旗で、旗底はどっち向かったんだっけ。ああ、俺クルーメイトとかいいかと思ってたけど。俺か、そんなん。存在やな。原子炉下のポフンをして、展望台に入り口ですね。展望台の入り口。ああ。私がオフィス端脇で、原子炉でタスク2つやってからはしご登るときに、左下にポフンは確かに見えました。焚き火脇、原子炉、展望入り口やってるね。はい、うん。音質の上通ってます。音質は聞きます？このターン。音質は機嫌です。あ、ゲンさんか。はい。ターン。ゲンさんの資料、鉱山の扉情報を教えてもらっていい？開いてる。あ、そうだよね。うん、ね、俺が鉱山で最初、米様なる前に入ってるから、そこに梅君もいないので、
あ、じゃあ俺白出せますね、俺自身が。伊豆を通信室に置いて、伊豆にも侵入されて、階段下ったところで俺源さんと合流、源さんが展望入る、俺が高さんです。おお。おお、ナイス、ナイス、ナイス。なんか左の相違は左っぽくないんですよね。左の相違は左、左っぽくない、左っぽくない。まあなんかなんとなくだけど、コミュ直し回りでも死人がないんだったら右下らへんかな。そう、同じく音質脇でも、音質脇に限定はしないけども、なんか右下の方かなっていう。この場合は私さん、ドロップシップ、ドロップシップは来てもう一人いませんでしたっけ。伊豆たかドロップシップですよ、多分。伊豆たかドロップシップ、その二人か。で、初動で保管庫行ってます。俺神さんとわかんかったっけ。はい、僕とトータさんは行って、うん、で、うん、2人で配線行ったんですけど、うん、その時下にもう一人いた気がして、うん、あ、いたいたいた、じゃあそれがその2人か、うん、そうか、はい、なんか僕はクルーメイトなんですけど、客観僕っぽく見えるんで、僕の視点は展望で隠しが発生してるか、ミーティングでなんやかんやでガミさんみたいな感じっぽくは見えます。僕は原産を一番疑ってたけど、原産あるんじゃない、普通にあの坂源が二陣街じゃなくても原産があるんじゃない、普通に。魚さん視点って私できないように見えませんか。いや、畑底がね、展望台の入り口まで行ってるんだったら、うん、俺が原産入りの確認してちょっとだけ上に行ってるから、うーんって感じ。なんか私が切れる範囲が結局上部エンジンと展望台の間ぐらいのエリアしかないんですよ。でそこで高田さんとか畑底さんとか坂田さんとかいろんな方の行き来がある以上、私はできないと思ってほしいです。そうか。あ、いや、なんかそのできるできないもそうだけど、高原二陣がその、あ、いや、ガミさんとかまで追うんだったら僕はガミさんよりは原さんの方があると思ってるから、うん、だから原子炉に、まあまあいいよ。ムサボが私鳴った瞬間はまだ原子炉からはしご登ろうかなぐらいですけど、あの段階って多分30秒溜まってないと思うんですよ。で私魚さんと合流したぐらいで30秒溜まったと思ってるんで、体感的に。あ、ミスさんがあった場合ってどっかの死人とんか脇隠しと組み合わさってミーティングに来て切ってボタンみたいなパターンかなと思うから。源さんの場合ってね、魚が陣外じゃないと梅剣がどうやって展望に行くんだろうって感じになっちゃうんで、源さんは展望に入ってるのは入ってるから。ああ、じゃあシンプル畑底の方があるのか、それだと、うん、展望台で死体はさすがにないと思うけどな。もしくはまあ原子炉内はあります、僕視点は。そっちはあると思うね。あの原さんが右ルートから来てるんだったらまあ全然。あ、原さんは右から絶対上がってきてる、うん、あの原子炉側から上がってる、うん、なら全然別にそっちの前のキルはあると思う。あの段階で30秒経ってましたかね。サボまあ、いけないです。どう説明したらいいかな、私の体感ではという説明しか。白いやん。おい。おお。うん。両弁返したらいいかな。あれじゃないですか。結局あのターンの時間感覚がそれぞれどんなもんなんかって次第によるんじゃないですか。伊豆とさ、はい、直通で行ったっけ俺って通信。行ったよ。保管庫に僕が扉開けて一緒に行って直通です。で通信も扉開けて、結構あれ早かったっすよ、コメサバ。早かった、コメサバ早かった、うん、だって俺通信で1個しか助からず出て行って、コメサバでゲンさんと合流だから、確かにリアクターのとこではキルクル上がってないんじゃないかなと思う、ゲンさん。あのターンはね40は立ってないと思います、魚通信。あ、じゃあ絶対リアクターのとこでは上がる。魚が焼き切れてないから、うん、50秒は絶対立ってなくて、立ってないから、うんうん、40も立って、まあ、40立つか立つか立たないか、釣りがどれくらいからな、うん、あれ、まあ、40なさそうだな。サントスアルマナラコは基本ナラコさん視点でサントスアルマって白なんですか。ナラコさん視点では僕らは絶対無理、うん、で僕ら視点ではナラコさんはキッチンの外がミュートだ、うん、ワンチャンギリある、うん、ごめんごめん、俺視点ではそう、あの中野くんサントスさんに白出せて、で俺が最後にキッチン入ってるけど、そもそも、焚き火脇にいない、カフェかドロップシップ脇だったとしたら、そこに陣外が混じっているっていうか、左側4人脇なんでない、ドロップシップ4人脇じゃない。でも、トータさんがカフェテリア向かってんだよね、これは。まあ、っていうか、うん、シンプル左も込み直す場所も死体ないって想定するんだって、やっぱ音質で湧いてると思うから、源さんと誰かだと思ってる今は、う
か、私が死にあ、でも、ハタサコ単浪もあるんじゃない別に。うん。脇がその場合、いや、ハタサコの場合でも、脇がないか。脇がないか。脇が隠してないとダメだと思うから。脇がないか。確か。脇じゃカフェか温室って感じになってるの。アッパーエンジン。ジョブって誰かいます？ジョブがいないかな。あ、ジョブいない。カフェだったら桃神のどっちかが見るんじゃないか。いや、そうなんだよね。いや、やっぱジョブで降りてんじゃない？で、右下説が多分私もしく、うん、私はジョブで、少なくとも右下説は私の中でないです。あ、ジョブいないのか。私、右下からの、うん、右側のはしご、原子炉左の右側のはしごから上がってるので、ジョブから右のはしごで下った場合、私と会うはずです。でも、ケンさんと高田さん、すれ違ってんでしょ。あ、てか、一緒に行ってる、一緒に。上部エンジンから一緒に展望にゲンさんが入り、俺がこう、ちなみに私、今更ですけど、高田さんは見えてないんですよね。ただ、私の位置は、まあ、あ、見えてないんだ。見えてない。はい、見えてない私と高田さんでセットでは動いてる認識だったんだけど。見えてない。だからこれ言う必要もないって思ってほしい。見えてないんだもん。アルマが押すの？停電直しました。上部エンジン。ハタタカゲンにしろ出せるともほぼ。そうですね。伊豆ハタタカゲン全員上部近辺にいました。うん、停電前ぐらいにリアクターのキノコ踏んだ人誰ですか？リアクターのキノコ多分私か高田さん？俺。だよね。高田さんがで登ったよね。多分。うん、ああじゃあそういうことか。OK です。気にはないんですよね、トータスさんの。ないな。まあ右にはいなさそう。初手がほぼ、うん、ハタサコガミトータスのどれかかなと思ってて、だから、うん、いやトータスさん死んだんでハタサコさんとローラーでいいのかなって思ってるんですけど、だからガミさんを含めないんじゃないですか、左側がじゃないっぽいなら。一応カフェ脇で死人かいくぐって最終ミーティングとかスプラッシュゾーンとかあるのかなってずっと考えてて、ガミハタって最終ミーティングあるのかなはガミさんしてないんじゃない。ああ、まあもちろんないんですけど、うん、ミーティングはあれガミハタって今日白出ます？出ません。今日は出ません。誰とさ、トータスってあのターン全部上側を白で弾いてたよね確か。カフェあたりもさ、はい、ドロップ保管庫カフェスプラッシュって言ってました。あ、そうですね、そこには絶対ないって言ってました、ね、僕の結論は初手は原産だと思ってますよ。ガミさんは入れてない。ゲンさんは多分なんか高田さんと並走してるタイミングでキルクール開けてその後魚さんとだから、そうでゲンさんが切る場合はもう魚かハタサコに相方がいないと絶対切れなくて、うん、まあ俺かな、俺サカハタ誰かが相方じゃないとゲンさん絶対切れない。私はゲンさんが直したのって他の人見てる。あ、見てる見てる。あの音質で湧いたのをゲンさんが隠してハタガミのどっちかが切ってる方がなんか想像しやすいな。配電盤ってこれもラグかな。なんか勝ち合ったっぽかったんですけど。あ、同じく。あ、じゃあ、まあ、伊豆さんが触ってるのか。いや、うん、死んだ方が触ってる可能性もあるかなと思って聞いたんですけど。ガミさんからロラ提案してきた方が白いかなと思うから、どっちかっていうと、そこら辺が裸だと。いやー、ただ、ただ切れないの原作とかも全然弾けないから。裸さを白出んの？このターンは白出るよ。このターンは出るわ。高い伊豆旗源氏。そうやから、なんか無理釣りはしたくないなと思っちゃうけどな。正直ね、源さんとか魚が切るってなって正直思っちゃう。俺だって展望で魚が直してるし、源さんが魚見てるも時間軸的には普通だし。ちゃちゃなんかね、脇想定をなんか単純に確認したいんだけど。でも右にね、いないと思ってんだけどな、俺は。あ、じゃあ音質脇じゃなさそうってことなんね。あ、てか右の人物がで、ね、切る。魚さんがね、白出ないのか、そしたら。でもそんなことないと思うけどな。切れるとしたら、死後左ルートぐらいよね。うわ、死体なしか。ありがてえ。高田源氏が白浴びをしようとしてる。いやいや、魚を白さえ取れれば、俺、源さんも絶対キルできないと思ってるから。うん、
ね、ちなみにちょっと最後聞かれたから、俺の脇は通信室脇で、はい、タスクが通信室ないから下の扉を開けて降りて鉱山の扉開けて鉱山のタスク1個やって、はい、で展望台その戻るぐらいで米サボが鳴ったから展望台の扉開けて米サボ直してたら、はい、先に誰かが直してる通信室で直してるのを確認して直したら源さんがいてで上の方に行こうとしたらボタンですよね。だから、うん、魚さん切れるとしたら鉱山とかなんだけどその場合はマットセットになるから私はあんま考えてないです。右にしたいってのがな、キッチン三人街とかの方が普通だと思っちゃうけどな。え、キッチン誰でしたっけ。73ある。あ、73ある。いや、七子さんは切れるけど、七子さんだった場合は脇がどこになるのってなるけど、でそのキッチンで隠してる場合は、それがありえるんじゃない。あのそのみんな視点での73あるっていうのが右にな。だってゲン、とりあえず俺とゲンさんが合流した時は多分ね、ゲンさんのクールは絶対上がってなくて、うん、七子ってキッチンのどこまで入れたの。キッチンの中の釣りまで入れてるよ。だからさっきも言ったけど、あの中のアルマサントス七子までは白だよねって言って、俺が最後に入ってきたから七子さんは白出せないよって言われたっていう状態だけど、そもそも左側のどこにも湧いてないよねっていう話。畑迫は個人的に疑ってないんだよな。理論上僕トス神はあると思ってるけど、まあサントスさんは結構人外かなと思ってて、その見え神さんと僕の白が見えてるから釣りをしてるかなと思ってます正直。キッチン三人街ってどれくらい追ってる人います。俺は 95% ぐらい追ってる。めちゃめちゃ追ってる。あれでも個人的な質問をちょっとアルマにしたいかも。アルマでもタスク終わってる、いや次で終わる。ああそう、アルマってあのターンドロップシップ脇で初動んちゃうわ、どっか脇でなんかジッパー上がっていってボタン押してるからめちゃくるって右回ってるやなって。あ、シリフ、おお、あ、ソリソリ。でも右なー、切れないと思ってんだけどな俺として。かなりむずいんだよな。だから僕はずっと最初からゲンタカかゲンハタ。え、でもゲンタカだと多分魚さんまでセットですよ。うん、そうね。てかその辺結構人がいるんだよな。そのトス神ってどっちも0キロボタン押してますからね。言っとくけどゲンも押してます、うん、あ、俺も押してます魚も押してます、うん、なんか3人が終わる時は原さんが押してますからね。ずっと言ってるけど原さんが押してる時は俺も隣にいましたよ。白アピ合戦だ。むずい。これなぁ。いや、どうなんだよなぁ。2キル目は、あげです、2キル目って、さっきのキッチン三人街の方だった場合は成立するんですよね。2キル目じゃない、高いぞ、旗源が白だから。あれか。そう。でさっきも言ったけど何回も言ってるけど、七子さんはワンチャンありますかね。ずっと最初から言ってるけど、七子さんの場合はその脇位置がないっていう話をずっとして、その場合七旗だったら成立する。七旗で焚き火で、梅健さんが湧いててキルを起こしてるんだったら成立する。いや、あのなんか一回ガミさんがカフェ脇で死人をかいくぐってミーティングがっていう話があったじゃないですか、うん、それって一応僕はガミナナは同等の位置かなって思ってるから、うん、僕がドロップシップからミーティングで宿舎でチュンチュンしかやってないくて、でトータスさんはドロップシップの後保管庫カフェテリアスプラッシュって動きなので、カフェ脇で先にスプラッシュゾーンあたりやって、で焚き火とかキッチン上あたりで7個は切れるなって後で思い直したぐらいですけど、カフェ脇でスプラッシュに行って、でそれだとそうスプラッシュから右出てその下とか行こうとしてた場合はトータスさんにも僕にも視認されないんで。なるほど。1分でタスク終わんない人がいるんだったらあれだけ、私が一番きついけど、まあ頑張れば終わってます。脇次第です。はたさこクルーだと信じてるからね。絶対クルーであってね。任せてください。状況的には陣があるけど、右側で切れる人物って言ったら、状況的にははたさこあるんだけど。ただその前私と陣外でセットですよ。私がそのこのターン、もうじゃあ次のターン言います。もうミーティングに絶対に行って絶対にボタンを押します。いや多分ね、源さんじゃなくても七子が陣外の時とかもあるから、そのか、あのそう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 、ただボフを見たのは本当なんですよ。私あの畑さんが、畑さんはコミュサボが鳴り始めぐらいの時に、結構後半ですよあれ。てかまあカフェ脇だったら七子かガミだし、温室脇だったら原産人外で、まあガミハタもどっちもできるしっていう状態なんじゃないですか。原産
切るの本当にむずいんだよな。だからそのゲンさんは単純にそもそもあれですよ、多分高田さん視点はそうなってるかもしれないけど、全視点ゲンさん隠してて高畑ガミのどっかに相方がいるとか全然あるから、私は切ってない人外で疑われるなら、まあ、うん、そうそうそう、いや僕はそっち本線で追ってるから、まあ、ゲンさんサボ直したんだっけ、直した、だから私が直してるんだけど、ゲンさんに人外なら多分伊豆高が死んでる、あ、てかね、俺が人外の場合でも俺通信まで伊豆と一緒だから、うん、見ていきますからね。多分サントスさんなんですけど、7個が白で、研究室からガミ、あれどうしました、あ、いやどうぞ、研究室から、ガミ、魚、サントスが右側行って、あれサントスさん下から来たんだっけな、私温室まで行ってますよ、研究室右下のキノコ踏んで、で煙の中で魚さんが切られてます。サントスさんって2キル目できるんでしたっけ、できる2キル目、高田さん視点でできる、うん、できるできる、だって、うん、余裕でできる、ちなみに七子さん視点で言うと研究室入るときに魚さんとガミちゃんが一緒に出てきて、で俺はそのまま研究室入ってっていう状態なので、うん、あれ2キル目白の中にガミさんっていましたっけ、タカいません、僕伊豆畑源タカ、伊豆畑源タカ、サントさんって音室の今どこにおられます、音室の左、音室に入れてないギリ、音室の入り口、入り口から入ってる主張、いやー、まあ、左下微妙なラインだな、私も最後その近くにあります、高田さんを通信に合うけどな、高田さんを望遠距離置いてきてるんで高田さんはできない、あ、僕ちなみに通信ずっと触ってた、あ、入力中になってた、はい、うん、そこにいます、ずっとミーティングです、ドロップシップ開けて、まあこれどっちかじゃないですか、もう完全に釣らずにタスクで行くのか、うん、まあ一歩あるしね、釣らない場合でも、うん、コミサブ中やから一応、うん、頑張ればローラーはいける、ああそうか、ローラーでボタンが結構減ってるから、そうなんです、ボタンが絶対に押しますよ、しかないのか、タスク覚えてます、絶対にボタン押せますよ僕は、ガミさん一釣り入れても1分じゃない、うん、もし押せなかったも、まあシェリフのちゃうと、あ、そうか、ダブルキルであれか、マットメイトが残りやったら、そうか、シェリフの取り若干追われてそうだから、スキップでもいいっすよ、僕はもう終わってるから、俺も終わってる、全体に合わせる、俺も絶対に終わるんだったらスキップでもいいです、終わんないんだったら投票して、多分私だと思う、いやスキップでいいんじゃないかな、え、サントスが終わんないってこと、私が、いや終わってないのが1個だから、多分終わるんだったらサントスさんすればいいんじゃない、サントスすればよくない、いや私音質1個だから、うん、あ、じゃあ終わるやん、じゃあ終わるよ、うん、1分あるんですよね、うん、だろう、まあいやだから現世で誰も終わってないのは多分私でラス1じゃないと思ってる、あ、じゃあ終わりそう、私もあと2なんで1分の方がありがたい、はい、ちょっとどういう組み合わせなんだろうこれ、まあじゃあ直しますか、一応タスク優先します、水です、ん、ガミさん1キル絶対通信が、通信直してたね、え、通信が終わりました、絶対通信が俺畑さんとすれ違った後上行って両方の扉閉まってたよ、通信の、え、通信直した人誰だこれ、そもそも
多分ガミさんだと。うんうん。ガミさんとアルマがいたから置いてった、うん、俺は。いや、ガミ、アル、ナナ、ハタがいて、で、ガミさん、そう、で、ガミさんがいたから僕は一番最初に出てった。でも、連なっても30秒だから。あ、確かに。いいかもしれないですね。本当だ。あ、じゃあ、3突しちゃえばいいじゃん、これ。あ、そっか、ガミさん死んでるから。死んでるから。うまい。そや、勝ちや。普通に。それはそう。それはそう。まあ、確かに勝ちます。タスク頑張ってください。私終わってまーす。死後から理由ふぅ、はあ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 、やっぱりそっちだ。いや、マジですごい。やっぱりそっちだ。無人街の粘る。だすごい。マジで近かったな。山田さんがじわじわスティリを近づけていく。すごい、マジか。すごかった。いや、でもね、俺の視点は相当無理になる、やっぱゲンさんがね。自視点だけは。マジで三人街やんな。いやー、惜しかったな。惜しかったな。マジでいいキルだったけどね。高田さん、俺の白予想何だったんですか？あの、スプラッシュ行った時にさ、一瞬ちょっとスプラッシュ行って、ゴミの方戻ったでしょ。ああ、はいはいはい。あれ、タスク見てる時にさ、パッて一瞬開いた時に、スプラッシュにタスクあると思って、一瞬左に行くけど、ゴミが光ってると思って戻るって動作めっちゃやるから、クルーの時。絶対クルーやんと思って、その時。ああ、なるほど。それでクルー放棄しちゃった、畑さん。なるほど。よかった。これ、メケンさん、どこ脇っすか？カフェらしい。俺はカフェ脇。そう、サントスさんの人外を見てしまったがゆえに逃げたら切る。あ、あの立ち止まってたやつね。あれ僕も弁当から見てた。ああ、やっぱそう。どうしようか、切ろうか悩んだんだけど、さすがに切るまではいかんかなと思って逃げたら切られちゃった。しっちゃいきますかね。はい。今のいい試合やな。